こんにちは、玉置です。今回は鬼滅の刃の若受け第3弾が発売されたので、こちらを見ていこうと思います。クリップの方を入れると第4弾になるのかな。でもこのちっちゃいパッケージのやつだと3番目ですね。発売日は6月の14日月曜日ということだったんですけどね、いつものようにスーパーさんなどでは何日か早めに販売されてたんじゃないかなって思います。まずはパッケージ確認いきます。こんな感じでパッケージが2種類あるんですけど、デコシール、この前のは普通のキラキラシールだったんですけど、今回はデコシールということで貼って剥がせる感じですかね。で、裏にこのシールの袋がついてます。かまぼこ体ですね。袋のデザインでここのロゴが違うの珍しいですね。ここもちょっと違うかな。普通はだいたいこういうデザインはね、同じだったりするんですけど、今回はどうなのかな。これ取れるのかな。簡単に、取れそうかな。ちょっと無理かな。それじゃあここだけ開けて準備したいと思います。準備ができたので見ていこうと思うんですけど、一応ね、購入制限がなかったのでコンプリート目指して50袋買ってきてみました。なのでまずは半分の25袋を見ていこうと思います。それではまずは5名、せーの、じゃん。お、 M、 こんな感じのシールだ。おー、こんなんなんだ。よいしょ。ちょっとわかるかな、光で。なんだろう、こう、ザラザラ。ザラザラでもないけど。貼って剥がせるシールだから、ちょっとしっかりめのやつですね。こんな感じで。なるほど。ちょっと透明なやつなんだ。おお、なるほどね。こんな感じです。ちょっと影になっちゃうね。よいしょ。次。せーの。お、ちょっときつめかな、入ってるのか。行明さん。今回のデザインもそれぞれの感じなのかな。次、せーの、ちょっと取りにくいな。せーの、じゃん。炭治郎です。ちょっとなんかこれ折れちゃったな。大丈夫か。こんな感じです。せっかくだからこのバカウケとか、ここの花の模様とかもね、大カットしてもらえたら意外とさ、このバカウケとかさ、こういうのをさ、切り取ってさ、なんかに貼るのとか昔好きだったんだよな。お菓子のこういうなんかロゴみたいなのね。はい、次。よいしょ。せーの、じゃん。みつりちゃんです。かわいいね。やっぱピンクはかわいいですよね。これあれか、刀のつばになってんのかな。めちゃくちゃかわいい。ちょっとお花が違うんだ。なるほどね、かわいい。で、次。せーの、じゃん。しのぶさんとねずこ。こんな組み合わせもあるんだ。女の子組み合わせへー、なるほどね。で、次。せーの、じゃん。さねみさんです。かっこいいですね。やっぱり刀のつばなんですね。で、次。せーの、じゃん。煉獄さんです。なんだろう、煉獄さんの刀の唾はさ、こう炎だからさ、ここもなんか本人が燃えてるようなね、感じに。次。せーの、じゃん。むいむい、むくんです。かわいいですね。次。せーの、じゃん。さねみさん、ここに来てかぶりです。で、次。せーの、じゃん。ゆうさんです。ぎゅうさんは落ち着いた水色というか青だからいい感じですね。次。せーの、じゃん。こちらもかぶりですね。なんだろう、このカードちょっともったいないですよね。この余白がちょっとなんか微妙な感じ。次。せーの、せーの、結構これきつめに入ってます。じゃん。しのぶさんです。安定の美しい紫ですね。次。せーの、じゃん。煉獄さん、こちらもかぶりですね。てかさ、今気づいたけど、ここすごくないですか。211221どうでもいいかこうね。せーの、じゃん。伊之助です。こんな感じです。伊之助はあれか、刀のつばとかないからこんなんなんですね、剣の。次。せーの、じゃん。
美之助と善逸、これもこのパターンのやつですかね。これはどんな組み合わせがあるんだ他は。せーの、じゃん、美之助です。せーの、じゃん、これはバナイさんですね。あ、カブラ丸、かわいい、いいな、このカブラ丸、ここ超かわいいね。よし、これはじゃあみつりちゃんのところに行こう。よし、次、せーの、じゃん、煉獄さんと赤田というのもあるんだ。なるほどね、これがあれか、映画のやつなのか。こんな感じ、ね、前回のクリップのパッケージがこんなんでしたよね、中の小袋が。せーの、じゃん、炭治郎です。せーの、じゃん、京明さんです。せーの、じゃん、猪之助です。猪之助3枚目だな。おせーの、じゃん、みつりちゃんです。せーの、じゃん、善逸出ました。かわいい、純太郎だ、純太郎超かわいい、いいな、もうね、動物がかわいい。せーの、じゃん、炭治郎と煉獄さん、あ、こっちのバージョンもあるんだ。せーの、じゃん、こちらもかぶりですね。ということで、とりあえず半分の25袋開けたんですけど、20種類で、のうちの何種類出たんだ ?16 種類か。なので、あと4種類ですね。ちょっと並べ替えますね。それでは、引き続き見ていこうと思います。多分、個人個人のやつが柱とかまぼこ体で13種類。で、あとはこっちのパターンが7種類かなって思うんですけどね。では、いきます。せーの、じゃん、義勇さんです。もうね、こっからはだんだんもうかぶりですよね。せーの、じゃん、連続義勇さん。せーの、じゃん、出ました、ねずこです。かわいい、ねずこは箱なんですね、かわいい。よし、いい感じじゃないですか。あとは柱は天元さんと、あとこっちのパターンですね。せーの、じゃん、こちらもかぶりです。せーの、じゃん、これもかぶりですね。せーの、じゃん、これもかぶりです。なかなか20種類って結構難しいですよね。せーの、じゃん、義勇さんがめちゃめちゃくるな。せーの、じゃん、嫁さんです。せーの、じゃん、これもなかったな、このパターンのやつの義勇さんと忍さんだ。そうなんだ。で、こっちがさ、義勇さんじゃないや、忍さんと禰豆子だから義勇さんと炭治郎かなって何気に予想してたんですけど、違いましたね。せーの、じゃん、忍さんです。じゃあなんだろう、あとなんだろう、炭治郎じゃないか、なんだろう、あともう一個。せーの、じゃん、みつりちゃんです。せーの、じゃん、天元さん来ましたね。これで一応あれかな、ソロのやつは揃ったのかな。あとはこれか、これの何かかな、来ます。せーの、じゃん、これか、これだ、炭治郎と禰豆子。そっかそっか、そうだよね、こっちが善逸と猪之助だったから。へえ、なるほど。でもあれだね、こっちはさ映画の絵だけど、こっちはいつもの普通のやつなんだ。謎だな、このこの組み合わせが謎だな。ね、この辺の映画のだろうなっていうのは分かるんですけどね。ここがちょっと違う。ということで、38袋目でコンプリートできました。せっかくなので、残りの12袋も開封しちゃいたいと思います。ではでは、もうね、何でもいいんですもんね。まあ、できれば善逸とかが被ってほしいですけど。赤座と煉獄さん。
割とペアのやつが多いかな。お、炭治郎です。しのぶさん、お、またしのぶさん。おー、ぎゆしのがなんかすごいな今日は。お、いのすけ、よいしょ。お、煉獄さんと炭治郎。お、天元さん。お、お、来ました、戦逸2枚目。せーの、じゃん。お、しのぶとねずこ。しのぶさんが多いな今日、今回は。じゃん、煉獄さん。お、むいくん。で、ラストです。お、炭治郎とねずこ。ということで、こんな感じのラインナップでしたね。全種類揃いました、一応ね。でも、50買ってもですね、この辺と、あとサネミさん。あ、サネミさん2つあるんだ。バナイさんとねずこ。うん。この4枚が1枚しか出なかったんですね。20種類は結構大変ですね。ね、呪術廻戦の方もこの前の京都校の入った方が20種類でしたっけ。ね、あれも結構大変だったんですけどね。あ、今気づいたけど、これはあれなんですね。イメージカラーの組み合わせになってるんだね。こういう風に。うん、こんな感じ。へえ、ね、ここも結構凝ってるんですね。バカウケのシリーズはね、今回みたいなこの小袋に戻ってくれて、ちょっと私は嬉しいですね。うん。あのね、クリップの大袋の方も、一応ね、中で小袋にはなってたんですけど、普通のね、あのビニールの袋だったので、ちょっと敷けやすいというかね、うん。お友達にこのままあげてもね、これだと敷けないので、こっちのパターンのが私は好きかなって思います。ちなみにお菓子といえば、皆さんプチシリーズはもう買われましたよね。買われましたよね。ね、私も買ったんですけど、このね、かなおちゃんの箱がちょっと空いてたので、箱ごともらってきました。というか、ここに欲しいのを刺してもらってきたんですけど、うん。で、うちのスーパーだとね、3本でいくらとかっていう感じだったかな。198円とかだったかな。なので、9本入ってます。ね、これがいくつかあるんですけど、本当はね、この善逸の箱が欲しかったんですけど、善逸のはね、まだパンパンに入ってたんですよね。なのでね、ちょっとね、入れ替えるのもちょっとね、うん、あれだしと思って、かなおちゃんの箱をもらってきました。煉獄さんとかも結構空いてたかな、うちの方は。うん。またね、空いてたらちょっと箱をもらってきたいと思います。かわいい。ね、善逸。こんな感じ。うん。バナイさん、むいくん。チョコチップ美味しいんだよね。黒ココアも美味しい。うん。うちのところはあれなのかな、かなおちゃんが人気なのか、チョコラングド社が人気なのかわからないけど、かなおちゃんのがカラッカラでしたね。一応24種類全部買ってきてみたんですけど、どうやらね、こちらの行名さんのね、黒糖きなこウエハースっていうのが美味しいらしいので、こちらも後で食べてみたいと思います。おすすめらしいですよ、これ。個人的にはね、このエンド豆のうま塩、うん、さねみさんのやつと、あとね、焼きもろこし、うん、おばないさんのやつが、私はこれが好きかな。うん、よかったら皆さんのおすすめの味を教えてください。ということで、ちょっと話が脱線しちゃったんですけど、鬼滅の刃のバカウケ第3弾の開封でした。うん、無事にコンプリートできたのでよかったです。最後まで見てくださってありがとうございます。またよろしくお願いいたします。バイバーイ。